おはようございます、ナミさん、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、この火山院の一条の方のですね、まあ、セミナールームなんですけども、普段は私がこの体を作っているですね、トレーニングルームになっています。このセミナールームから、このいただいたお便りに対する回答からお届けしようかと思います。今日はちょっと長い動画になりますけども、一生懸命お伝えしていきますので、しっかり聞いていただければと思います。はい、まずはですね、このいただいたメールを読みますね。お世話になりますと書いてありまして、新潟ヒルズ速化塾の講義内容を見ていただけないでしょうかということと、相談がありますという2つのことをですね、お手紙いただきました。でですね、まず最初はその塾なんですけども、こういうふうに考えてもらいたいんですよ。ナミさんが新潟ヒルズ速化塾をやるときに何を塾のコンテンツとして伝えていくのかっていうことなんですけども、これはですね、いくら稼がせますっていうことではなくって、インターネットの基礎力をつけていくことをお伝えする塾にしてもらいたいんですよね。速化塾ってのもそれなんですよ。基礎力をつける塾なんですよ。その中の第一講義に、セルフバック、自己アフィリエイトが入ってますよってことなんですよね。だからセルフバック、第一講義で、自己アフィリエイトをやってお金を作るって体験をするけども、これすら基礎力なんですよ。これも基礎力です。ですので、こういうふうに考えてみてください。速化塾、どこでやる速化塾でもそうなんですけども、基礎力をつける塾ですよと。で、現実的に10万円をインターネットから取り出すところから始めてみませんかっていうキャッチコピーとともに、これが講義の一番に入ってます。自己アフィリエイト。で、2つ目は他の人に対してセールスをかけていく一番簡単なオプトインアフィリエイトっていうことになります。これでまずは売り上げを作りながら商品をたくさん覚えるということができるんですよっていうふうな触れ込みです。商品力のフェーズですよね。これも基礎力の一つです。2つ目、次のフェーズに入っていく基礎力っていうのは何かっていうと、もう虎でもやってますよね、媒体力です。ほとんどの方が脱落していくのがこの媒体力なんですよ。要するに、自分の人が集まる場所を自分で作るってことですよね。だからツイッターでしょ、メルマガでしょ、ブログでしょ、 YouTube でしょ、 Facebook っていう5つの基礎力が必要ですよっていうことですよね。最近はこれに加えてホームページ、ランディングページも作らなければならないんで、ホームページっていうのがあったり、もう一つはセミナーっていうものを付け加えて、ネットの7大スキル、基礎力というふうに私は呼んでます。3年前は5つあればよかったんですけども、やる人が増えるのと、あと時代の変化に合わせて、ホームページを作るっていうこととセミナーをやるっていうのがプラスされたんですよ。だから1年経ったらこの7大基礎力が今度は10大基礎力になっていく恐れがあります。だから早く始めないと、早く始めないともうね、10大基礎力になったらもうとても手が回んないですよ。だから今やんないと状況はどんどん不利になっていきますということなんで、ナミさんね、速化塾のカリキュラムの中で概念としてはまず商品力をつけてもらおうと、次は、媒体力をつけてもらおうと。だってこれ商品力って1日でできますからね。自己アフィリエイトって教えて売り上げ立つまでに2時間ぐらいじゃないですか、人に教える時でも。でもこちら媒体力ってのは3ヶ月かかるんですよ。3ヶ月もかかっちゃうんですよ。だから一番最初はここをやってインパクトを与えて、で慣れてもらって感動してもらって喜び、結果を出してもらって、次ここです。結果の出にくい基礎力、それがメディアを作る、媒体を作るってことですよ。集客をするってことなんですよ。で、3つ目が何かっていうと、もうセールスの力ですよね。販売力を作るためにコピーライティングとデザインです。これをやるのにはもうセミナー、 YouTube が一番なわけですよ。でセミナーと YouTube をここでどんどんやりながら呼びかけていく、セールスをしていく。セールスっていうのは買ってくださいっていうんじゃなくて、集まってくださいっていうのもセールスですからね。だからここのフェーズではどんどん自分のイベント、トピックを立ててどんどん募集していくと。それが最初は一人でもいいと、一つの問い合わせでもいいから、これをやっていくってことなんですよ。だからセミナーの予定を立てて YouTube で集客してっていうのを繰り返すことになっていきます。その時にコピーとデザインっていうのが必要になってきますから、ここでトレーニングしていきましょう。そしてコピーとデザインっていうのは、ここは100日、90日、3ヶ月かかると言ってましたけども、ここはまあ2年ですね。コピーとかデザインは最も時間がかかります。ですので、一番最初は
1、2時間でできることを繰り返してもらって、次はこのフェーズに耐えてもらって、ここを抜けた人に最後ここの醍醐味が来るってことですよね。ここまで完了すればもはやですね、どこにいても何をやってもお金は生み出せるんですよ。この仕組みを伝えることが速稼塾なんですよ。速稼塾だって稼ぐにこの力が絶対必要なんですから、これなしに稼ぐことはないんですよ。だから速稼塾っていうのはすぐ稼げるんですけども、じゃああなたはこれをやりますかっていう問いかけが受講生さんには残ってるってことですよね。はい。で、基本的な速稼塾の概念をお伝えした後で、私の速稼塾もこれを10個のカリキュラムに落とし込んで19万8000円で販売したってことになります。で、ワイビックも同じです。じゃあそこからですね、ナミさんの速稼塾を見てみましょう。はい。自己アフィリエイト、メルカリの使い方が講義に入ってます。OK です。メルカリも OK だと思う。転売っていうのは私のところに入ってませんでしたけども、転売入れてもいいと思いますよ。で、当時僕転売が苦手だったんでね、やらなかったんですよ。んで、0円仕入れをして、メルカリで出品ね。で、4番ブログ、うん、いいと思いますよ。5番 YouTube 基礎、うん、ですね。メルマガ、Facebook ホームページライブ、はい、いいと思います。で、一つ言えるとすれば、あ、まあでもいいですね。自己アフィリエイトの次にオプトインがいいかなと思ったんですけども、まあここでオプトインでもいいですね。カリキュラムに関しては全10講義問題ないと思います。ただまあもうちょっと今必要なのがネットのこの7大基礎力になってますんで、これは入れてあげてほしいと。だから購入特典としてカリキュラムに入んなかったやつもプラスしますよっていう形、あ、後でいいんですよ。後でプラスしますよと。3ヶ月後にプラスしますよっていうふうな特典つけてあげてもいいと思います。はい、そうっすな。順番はやっぱりちょっと考えた方がいいかなと思いますよね。ただやっぱり自己アフィリエイトとメルカリを最初にやるのが今の時代の流れ的にはいいかもしれないですね。メルカリも3000万人もやってますんで、やっぱりメディア作るよりも早いんですよ、売り上げ立てるのが、お客さんとかかるのが。だからこの自己アフィリエイトとでメルカリっていうのはもうすぐにやってください。 1,2 とオプトインっていうのは後でいいぐらいです。はい。で、メディアの構築っていうのは第4講義、第5講義、第6講義、第7講義、この辺でいいかなと思いましたよね。で、LINE アットとインスタグラムって書いてあるんですけども、ここは、LINE アットとインスタグラムは、実はマネタイズがすごく難しいんですよ。だから上級者向けです。やるのは簡単にできるんですけども、マネタイズするのは上級者向けです。で、LINE アットをね、始めましたとか言って、山ほど参加しましたけど、お金稼いでてる人いません。インスタグラムも同じです。やっぱりメルマガとかブログとかホームページになってきますんで、これもやっぱり LINE アットとかインスタグラムは急場でやるんではなくてですね、おまけとしてつけてあげると、購入特典としてつけてあげるっていうのがいいんじゃないですかね。ですからここではブログ、 YouTube、 メルマガ、 Facebook、 ホームページって書いてますけども、そうですね、あとブログ、 YouTube、 メルマガ、 Facebook、 Twitter は基本講座に入れて、ホームページ、LINE アット、インスタグラムは購入者特典としてつけてあげたらいいんじゃないかなと思います。で、しかもこの購入者特典は購入してない人に対しては5万円ぐらいで販売するコンテンツとして作っていけばいいかと思いますね。で、だからこれが基礎編ができて、コンテンツが1個、別売りコンテンツができてって形になりますよね。で、応用編なんですけども、Amazon の電子書籍、YouTube AdSense、そうですね、コンテンツ作成販売、うん、これ応用編はだから基礎編をご購入いただいて全部できましたよって人とか、次もやりたいんですよっていう人とか、儲かりましたよって人に対してこっちの上級編ということでセールスをかけていったらいいんじゃないかなと思います。応用編はだからこれも別売りですね。で、オプション、カメラ転売、ヤフオク出品、アマゾン出品、これもコンサルでいいんじゃないですかね。なんですか、メルカリに慣れた人向けにメルカリのサポートしながら、あ、実はカメラとかヤフオクがいいんですよみたいな感じで、アップセルを図っていくということですよね。これをすればいいんじゃないかなと思います。で、相談ということになってきますけども、それ、相談ごとについては次の動画をお届けします。ちょっと待ってくださいね。